はいどうもしめしです。仮面ライダーバトルラッシュ今日もやっていきたいと思います。はい、前回までの、ランキングイベントが終わりましてですね、私は全く、1000以内には入れませんでしたけれども、ゾロ目にも入りませんでしたけれども、まあこんな感じで、ロードバロンがなんとか、3体ぐらいはゲットできたんで、3体かなゲットできましたので、まあ良かったかなという感じですね。はい、というわけで最強と最強の競争曲ということで、計画が進行しないことにしびれを切らした Q により、最強のネイティブと歌われるグリラスワームと極点を通されたテラドバンドの同時召喚された現在のライダーフォースの戦略では非常に高度な戦闘能力を備えたグリラスワームと精神の航空艦で繁殖部分できるテラドバンドを同時に相手することが不可能に近い。テラドバンドの精神攻撃で仮面ライダー発生を察し、彼らの攻撃を全力で阻止し、この驚異的な状況を打破してくださいということで、まあ年末に大変なことになっておりますけれども、イベントが始まっております。はい、こちらツッコミ用のスリッパと、ネイティブ化のネックですね、こちらを集めて、まあ、ポイントを稼いでいくみたいな感じですね。で、ユニットがいただけるということです。まあ、ゴールドキーイベントとランキングのイベントがまた組み合わさって、またランキングなんですね。はい、でランキング報酬としてはこの押し子仮面ライダーカブとハイパーフォーム、こちら力属性がもらえると。でトレジャーガシャの方の、ゴールドキーの方からはですね、仮面ライダーアクセル速さ属性、こちらがいただける星5ですね。ね、さらに今回のイベントは過去に登場した星5ユニットを手に入れるチャンスだと、また復刻が始まっております。星5仮面ライダーパンチホッパー力属性とイベントポイントの達成報酬として、星5の仮面ライダーエターナル技属性がいただけるということです。でいつも通り、少し強いですね、赤いオーラをまとったグリラスワームと遭遇する超加速級のステージもあります。こちら、一緒ですね、レジェンドパス10枚集めて挑戦してくださいということです。まあ最初から言っておくと、まあそのランキングイベントはねちょっと苦手なんで、まあ年末年始ということでね、まあ、いろいろありますので、なかなか走ることができないかなという感じもしますので、ハイパーフォームは若干諦めつつもですね、こちらのねトレジャーガシャ報酬ですね、まあ、アクセル速さ星5、これがまあ、出てくれたらラッキーかなという感じですよね。まあ、復刻ですよね、仮面ライダーエターナルの技属性星5、こちらがね、まあ、以前開催されたイベント S のいる世界奇跡の共同戦線から、ね、また、仮面ライダーパンチホッパー力属性、こちらがですね地獄のワーム大討伐戦からの復刻ユニットなっておりますね。まあ私事ではありますけども、仮面ライダーエターナル星5に関しては1体ぐらいゲットしてた状態だったのかな。で星5の仮面ライダーパンチホッパーは、貫突すでにしているので、まあ今回このパンチホッパー、ね、キックホッパーが欲しいんだけどね。あれはまあガシャさんだったはずなので、なかなかねコンボ技使いたいんですけども、なので今回はまあエターナルを、貫突を目指して、イベントを進めていくっていう感じに重きを置いていく感じかな、個人的にはね。ね、コンボ技なんかが増えております。エターナルと、そしてイベント連動ガシャで入手可能な、星6の仮面ライダーダブルファングジョーカー、こちらで、ネバーエンディングヘル&ファングストライザーといった、コンボ技、そしてパンチホッパーとキックホッパーの前からあるやつですね、ライダーキック&ライダーパンチとか、EX の星5仮面ライダーガタックハイパーフォーム、まさかこれが来るとはなという感じですけども、こちらと、星5の仮面ライダーカブとハイパーフォームでもダブルライダーキックが初解禁ということで、コンボも忘れてないよという運営からのメッセージでございますね。はい、ということで今回の、ガシャですね、最強と最強の競争曲、星5排出率2倍、イベントガシャでございますけども、まあ、星6増えております。そして EX の星5なんじゃこりゃという感じですけども、提供割合を見てみましょう。はい、こちらですね、以前登場いたしました星6の仮面ライダー新1号、そして仮面ライダーオーズタジャドルコンボに加えまして、新たにピックアップユニットとして仮面ライダーダブルファングジョーカー星6力属性、こちらが加わりました。ファングストライザーが敵単体に 3500% 持続性ダメージ、敵の防御を貫通して一定時間全体の受けるダメージを大幅にアップしてくるというね、星6恐るべしでございます。バトルラッシュ状態時には力属性の攻撃力 50% アップの能力が低下している敵に対してダメージが 20% 上乗せ、ライドエナジーによる回復時に一定時間力属性ユニットの攻撃力が大幅アップに、セカンドアビリティがパワーヒット、20秒間攻撃力が 50% アップすると。恐ろしいですね、ファングジョーカー、かっこいいんだよな、欲しい、もちろん欲しいんだけど、他にもですね、こちらですね、仮面ライダービルドラビットタンクスパークリングフォームですね、こちらが早速星6力属性で、加わっております。スパークリングフィニッシュ、ランダムに5回 750% の持続性ダメージで敵を大きく吹き飛ばしてくれると。ランダムで5回、なるほど。バトルラッシュ状態時に力属性の攻撃力が 40% アップの仮面ライダービルドに登場するユニットの必殺技の効果が 45% アップ。難しいところですね、使い方難しいですね。吹き飛んでいる敵への攻撃力アップ&技属性の敵に対してダメージがアップすると、ライドエナジーを100回復してくれるエナジーアップ、
セカンドアビリティに備えております。なかなか新しいね、まあ、中間最強フォームみたいな感じだとは思いますけども、こちらもぜひゲットしていきたい。そしてもう一人ピックアップ、仮面ライダーガダックハイパーフォーム力属性、EX の星号ですね。まさか ここにねこのユニットが来るとはという感じですね。こちら、原作というかね、本編には一切登場いたしません。テレビくんの、ハイパーバトル DVD か、あとはゲームかな、プレセツの、カブトのゲームなんかにも出てた気がします。隠しユニットとして出てたのかな、ちょっと忘れましたけども、出ましたね、ハイパーフォーム、ハイパーライダーキック、敵単体に 3300% の持続性ダメージ、敵を長時間停止させて一定時間味方全体の攻撃力がアップする。バトルラッシュ状態時に仮面ライダーカブトに登場する。これがね難しいリーダーアビリティですね。必殺技発動時に力属性ユニットの必殺技ゲージが上昇すると。なるほど、 EX 星5、力属性難しい感じ使いどころがといったわけで、まあまあまあ、総落の紋章なんかもね11年引くともらえるようなので、こちら、ラッシュストーンが59個と、溜まっておりますので、ここらで11年1回、今年年末ですね、今年最後の、11年を回して大爆死じゃないですね、はい、星6を見事バーンとゲットして今年1年を締めくくりたいと思います。ではよろしくお願いいたします。早速いきましょう。はい、ではいきますよ、せーの、お願いします。はい、システム3倍、今年最後でございます。今年最後を締めくくるにふさわしい神引きを期待します。金色光ってどうぞ。はい、アキト、サコーソーくれない、ストロンガーウィザード、ストロンガーくれない、おだっおおマジか。はいはい、まあ、他の10体は全てねレアメダルでございますけれども、来てくれました、 EX ハイパーカブト。はい、 EX ハイパー、ちょっと待って、ごめん、ちょっと混乱してるわ。仮面ライダーガタックハイパーフォームですよ、 EX の。はい、ハイパーってつくとついついカブトって言っちゃいますけども、ハイパーガタックでもないんですね、ガタックハイパーフォーム、こちらですね、ハイパーガタックでいいか、見てす見てみましたね今ね。はい、というわけで、角めっちゃでかい、ガタックハイパーフォーム EX こちら来てくれました。はい、という感じで、まあ、EX 来ていただきました、こちらからね。で今のイベントが、年末年始、超えてですね年をまたいでやっていく形になりますので、なんかよくわかりませんけども、3枚ラッシュチケット残ってるんでね、今年のものはもう全て使い切って来年に挑みたいと思いますので、3枚加えて引いていきたいと思います。よくわかりませんけども、さあ行くぞ。はい、システムスタンバイよろしくお願いいたします。さあどっかな、光る、キン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 、いらない。ねえ、これまあもう本当に始めたばっかりのこと頃はものすごいお世話になりましたよ。仮面ライダーウィザードオールドラゴン、こちらですね、レアメダルありがとうございます。はあ、やっぱりこの星6のね二次演出を体感したいという感じはありますけども、ディケイド。はい、では今年最後の単発、でございますね。まあ青になるのか金色になるのか、見たことない虹が来るのか、金武蔵。なかなかゴーストは本当この辺分かってるよね、俺が最後だと、ラストは俺だと、武蔵来てくれました。はい、というわけで、まあ、レベル60まで上げてね、必殺技もレベル9まで上げて、ハイパーアタックを、無理やりリーダーに置いてですね、まあ、登場シーンが見たかったんで、リーダーに置いて、こちら三島級ですねに遊びに来ております。はい、まだパスが溜まってないのでね、ネクストレベル級は遊びに行けなかったんですけども、こちらハイパーアタックね、リーダービティがカブトに出てくるライダーの底上げみたいな感じだったんで、完全に死にスキルになっておりますが、ウェザードーパンとボッコボコですね、良いですね。もうここで必殺技打っちゃいますか、とりあえずね、とりあえずガタック、ハイパーアタックを見ていきましょう。
おお、かっこいい。シンプルだけどね、キックの後自体。あの兜はやっぱりこの音声がね渋いんだよね。ああいうのもなかなかいいよね。やっぱり、うん、でもまあ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 、まあ、それはまあいいとして、まあ、今回で2017年の、バトルラッシュの、まあ、私のしめじの動画に関しては終わりということで、また2018年からもよろしくお願いいたします。まあまあガシャ引いてばっかりだなっていう感じですけど、まあギルド戦がね月に1回やって、で本当にあのギルドのメンバーにも恵まれてですね、みんな楽しく、バトルね、ギルド戦じゃない時もなんかチャットなんかでお話ししてくれたりとか、で他のライブなんかでも遊びに来てくれたりとかね、すごく嬉しいです、ありがたいです。で、まあ、ギルド戦始まったらみんなでね一緒に頑張ったりとか、その時はできるだけ生放送ねライブ配信していって、アグリダスワーク来ましたね、はい、していって、まあ、みんなとね、少しでも交流深めて楽しんで、このゲームを通して、楽しさを共有していきたいななんかも思っております。はい、勝った。というわけで2017年はここらで終わり、2018年も、バトルラッシュしめじをよろしくお願いいたします。良いお年を。